17番竹川奈美子琉球民謡研究所の皆さんです。どうぞステージにお上がりください。どうぞお上がりください。はい、たーい。私たちは岡崎市を中心に沖縄三線広め隊として活動しております。竹川奈美子民謡研究所です。愛知沖縄県人会に今年の4月より加入させていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いします。初心者から経験者まで基本を大切に、地域活性化&町を元気に、ゼロから始める沖縄三線をモットーに、明るく楽しく日々のお稽古を積んでおります。初めての猛足日に、この大きな舞台で本日は心を込めて門下生一丸となり演奏させていただきます。ゆたしくウニゲンサビラということでございます。また艶やかな美しい皆さんですね。ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。はい、たーい、こんにちは。西日がちょっと眩しい時間帯になりますが、はい、竹川奈美子民謡研究所になります。最初は朝戸や豊からいきましょう。竹川奈美子民謡研究所になります。今年の4月から、愛知沖縄県人会の方に加入させていただきました。今日がちょっと初ステージとなりますが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではね、5月のあたりから練習してまいりました。今日はムーチというね、あの葉っぱの月桃のいい匂いが漂う会場になりますが、月桃の花という曲を、お送りしたいと思います。月桃の花。Hey, Lord.
Thank you.
私たちは会を設立してこれで2年目ですね。はい、ゼロから始めよう沖縄三線ということで、本当に初めての、方から集まって、いる会として、今も頑張っております。さあ最後の方はひやびこじぶしで、誰から一生懸命頑張ろうということでこの曲を選ばせていただきました。最後はヒヤヒヤして、皆さんで終わりたいと思いますので、ゆめぶえ手拍子ぜひよろしくお願いします「ゴーヤーチャンプルー」「ゴーヤーゴーゴーゴーヤーでゴーヤーチャンプルー」
はい、ありがとうございました。